宮崎県にお住まいの西野君夫さんは、30年ほど前、友人の勧めである仏教系の宗教に入りました。ところが、その数日後、突然幻聴が聞こえるように。一睡もできなかったのがきっかけなんですけどね、朝起きたらね。そしたら、あなたを日本一してやるから、どうかしなさいって言われたり、あとはもうその後急に喋り出す。食べない、飲まない、眠らない、わめく、暴れるって言うんですか、喋る。それがずっと続くものですから、あとやっぱり男の声になったり女の声になったりいろいろしたみたいですね。本当私おとなしい性格で喋れなかったのが、その急に暴れたりわめいたりするようになったから、まあ家族はびっくりですよね。ご主人に連れられ精神科にかかると精神分裂症と診断されました。一時は精神病院に入院もしましたが、良くなりません。退院はしたんだけど、どこもすっきりしないし、私いつもここについてるような気がしてたから、もうこの鬱になって、子供は怒るけど、もう朝起きたくない、掃除したくない、洗濯したくない、服さえ上と下を切り着さえすれば、もう化粧なんか持ってんのかで、もう何にもしたくないし、脱力感、虚無感、笑顔もない。うつうつとした日々を過ごしていたある日、西野さんは友人から太陽の法を検問され学習会に誘われました。ところが読めなかった。読んでも本当意味が全然わからなかったですね。もうついてるから、読ませない例がついてるから難しいって。しかし学習会に参加していた皆さんの励ましもあり、西野さんはわからないながらも書籍を学んでいきました。すると夜お布団の中で読んでたんですよね。でその文章を読んだ時に涙が出てきて、今のまでの自分だったと思って、わーって泣いたんじゃないですかね。明け方まで泣いてましたから、ワンマンと。すごい軽くなりました。本当に、あ、人間の体ってこんな軽いんだって。それが西野さんの運命が変わり始めた瞬間でした。それ以来、西野さんは大川総裁の書籍をすっと理解できるようになりました。そして書籍を読むうち、悪霊憑依や波長導通の法則について学んだそうです。何体もついてたんだろうなって、精神病院に行った時も。それと同じ味噌もついてたから、ヒステリックにこうかか怒ってたのかなと思いますね。与えるしたことなくて、欲しい欲しいですね。主人の愛を欲しい、子供も優しくて欲しい。国土科学で言うと、もう本当奪われの虜だったな。奪われだったらもっと苦しくなる、与えないといけないって。なんか私に与えられてくることはあるかなって。まず何もできないから、笑顔でいってらっしゃい、お帰りなさいは言ったんですけど。そうして身近な方への与える愛を実践していくと、なんと数ヶ月後にはひどかった精神病がすっかり治ってしまいました。いやー、もう仏が法を解いてくださったことに感謝ですよ。もう出てきてくださって、法を解いてくださらなかったら私いませんもん。だからじっとしておれないわけですよ。だからもうすぐ伝道したくなって、やっぱ法を解いてくださってるからこそ今の自分があるなって思います。感謝感謝です。西野さんは現在地元宮崎南部支部のリーダーとして地域に幸福を広げています。